さ、両チームにとっても重要な先鋒戦、うん、はしかも両チームのある種こうエース格の人がね先鋒でポイントゲッターですね。ここで勝ったら流れに乗れるんじゃないかなというような感じもしますよね、うん、さあこのセカンドステージ第4節のマッチ1、安倍川ファブゲーミングから東京ホーム側魚群からはモケという先鋒戦のスタートです。さあまずは気候からスタートしていきながらお互いラッシュ、あ、1位お互い様子見のこの中距離の間合い第1差し返すような格好、うん、さあまずリードを取っていくのは時とラッシュからリードを取っていきます。さあお互い飛び道具合戦からスタートしていきます。飛び道具でいうとまあやるここはジャストパリーで自らの行動をキャンセルして前に入っていくのは時と画面端に追い詰めた。モケのドライブゲージがおお前に出る。さあまたガンガンゲージを回していく。さあ倒しきら見える時とこの後さあもう投げは捨てられない状況だがモケ飛び越えるがしゃがみ強パッチ空中にいるモケを捉えた。まずは時戸スタート。時戸氏は今ジャンプから空中百裂脚でちょっとタイミングずらそうかなみたいなところでちょっと出なかったですね、うん、位置が入れ替わったことで真ん中逆になってしまったか。さあガンガン落ちる仕掛けていく。ここはインパクト。さあ高い時期 OD の使って必殺からそのまま SS3新竜烈波までつないでいく。いわゆる使う人ですね。ドライブゲージ減っていたんで回復するために使ってきました。さあラッシュから投げてもう一度受け入れられるがうまく飛び込むがカウンターしている。ホーさん危ないが打っていった。転生客無敵技で切り返すのはボケインパクト。これは返しているしながらになっちゃいますね、うん、コンボをどうするか。クリティカルが溜まっている。置き攻めに行くか。さあ置き攻めまずは遅らせ投げ倒しきりが見えてきているモケ。ただ時のね竜尾裂脚はあるんで SA バーンですね。そう回せはするんで怖いですね。この読み合い注意だがこれ削った方がいいな。うん中足モケとしては SA ゲージを温存して確かに最終ラウンドに行けた、まあ、今ガードの上から砲翼戦での削りっていうところ見えていた状況でしたね。モケとしてはラッキーだったかもしれないですね。そうですね当たってくれたんでゲージを温存しながら勝つことができました。さあ時は地上戦うわっここまで何度も生ラッシュを見せてからケイント。そして疾風陣雷客 SA2 ドライブゲージも少ないぞ。そうですねバンアートも考えてる SA2 でしょうね。持続で中大そのまま OD 陣雷 OD 陣雷 OD 陣雷残った無駄かしいか後ろ危ないんじゃないの。これは上うわー転生正面に出ている時戸が少し危ういという表情も見せながらまずは1ゲーム目最後まあ戦火客までそうですね出しちゃってもいい局面ちょっと出なかったかどうかで残ってしまってと、うん、とはいえまずは時と、うん、まずは立ち回りはなんか時とがやっぱり触れている。模型は右側にね画面の右端にいることが多かったですよね、はい、この生ラッシュかなり軸に利用していきながらプレイしていく、うん、あとなんかインパクトの上強烈なところで読み勝ったりっていうのもありましたよね試合ね。さあインパクトここは壁あるでギリギリだギリギリになった。模型は何とか耐えることに成功。しかしプレッシャーはかなり立ち回り乗せているな。うわ出ているパニチカウンタージャンプ頑張れ勝利へまたしてもこの画面端クータイクジャンプ中からのキャンセル竜巻パニチカウンター勝ってラッシュめり込んでいる抑制キャッチ読み合いに回ったそのまま派生から旋風コンボダメージを重視しつつ、うん、ラッシュで攻める。さあ両者ともにラッシュキャンセルを使ってしまうとバーンアウトだが端に追い詰めたのはモケです。使ったところを狙う旋風から OD 機構抑制ライブゲージが相当残るようになって一旦下がりますね。モケとしてはあとは立ち回りで OK というところを振らせて旋風構えでちょっと待って派生して波動拳が来たら、まあ、避けるみたいな感じですかね今ので遅らせて、まあ、下段のシューキック。さあボケがかなり地上戦風通しが良くなってきた。今度は時戸が左足に乗りますね。ガンガン攻めるのはボケのチュンリーガードしてるここはなるほどバーンアウトはギリギリしないんですけれども、まあ、ダメージ高め今波動拳でおっ、うん、ガードしちゃった。なるほどこうなるとバーンアウト上からジャンプ強パンチリーサルが見る状況投げて、ええ、もう受け止められないぞボケ上から波動に削る上デスクの前いい差し返した。これでリーチをかけたのは東京の剣東京の無敵技の余韻分けが出てしまったのか。うわーうわーそういう流れすんのずれているいわゆる攻めの剣闇の力使われましたね、非常に敬愛するプレイヤーも使ってますからね。さあ全突コンボ読めに出る
まず一つ前に取っていくのはモケ。モケ SA ゲージはね満タンですから、ちょっと回したい。まあ、うまく、まあ、もうワンタッチ。うわー、ただしゃがみやられている。高い時期、弱弱中段。爆発ねえから、 SA ゲージも溜まっちゃう。インパクト、うわー、そうするかい。ここでインパクト、 SA3 は溜まっている。とりあえず、まあ、ただバーンアウトノーゲージなんで、うん、時の攻めをここでボケがしのげれば、むしろ有利まであるか。どうでしょう、詰ませられるぐらいまでありますよ。よーちはしゃばれ、あそのまま通した。クリティカルアーティルとか残るんじゃないかな。どうでしょうか。どうなんだろう、まあ、ドット残って気候喧嘩されで削りですかね。削りなんで残ったとしてもですか。さあ装填弾か、そして起き上がりには確実に来るか。やばい、読まれた。いやー、まくったー。ここ一番で飛んだのは時のストレートでの勝利、先鋒戦を制したのはファブの時の歩き中足が重なったら勝ち。うーん、だっ、おわー、